公職選挙法違反の罪に問われ一審で実刑判決を受けた元法務大臣の河井克行被告が控訴を取り下げる意向であることが分かりました。これにより懲役3年の実刑判決が確定する見通しです。元法務大臣の河井克行被告は妻の案里元議員が初当選したおととしの参議院選挙をめぐり広島県の地元議員らに現金を渡して買収したなどとして公職選挙法違反の罪に問われ今年6月懲役3年追徴金130万円の実刑判決を受けていました。克行被告側はこの判決を不服として控訴していましたが克行被告が近く控訴を取り下げる意向であることが関係者への取材で分かりました。これにより実刑判決を言い渡した一審の判決が確定する見通しです。